道端ですいかがお過ごしでしょうか、えー、今日は5月の7日、えー、金曜日です、えー、今日はクールビズで5月1日からクールビズになっておりますのでクールビズでお届けします、えー、今日はウェブの方にちょっとご紹介させていきましたけどテイクアウト出前っていうのが今ね非常に、まあえー、非常事態宣言で厳しいお店は どんどん取り組まれていると思うんですけどそのまとめサイトとかを作るのが例えばをを使えば無料ででで簡単にできるんでそれをお届けしたいいなと思います例えばこれを利用して商店街の方とか地域でねあの出前とかお取り寄せしたいしてる店を紹介するっていうのも方法だし、まあ、いろんな形で使えると思うんで無料ですんで簡単にできますまあ20分30分ぐらいはできるんで簡単にご紹介したいなと思います。 えまずこのサイトを見せます、えー、こちらの方の私が機能を作った分ですね、えー、お持ち帰り出前専門紹介大阪 AD というベタなあのこのサンプルのやつですけど、えーまあ、ここにですね、えー、この登録のフォームとかそれから、えー、お取り扱いいただい地図これは Google マップで作ってますこっちは下の方は Google のフォームで作ってます全部すべて無料のの システムを使ってるんでこれ簡簡単単ににできますまますすず簡単に紹介しますね、えっと、これ作ってるサイトの途中ですけど、えー、タイトルを入れて Google のフォームを差し込むとこ地図を Google マップを差し込む Google フォームを作るという形で、えーまあ、それを書くとこに差し込むだけなんでこの右側のナビを見ていただくと地図とか スプレッドシートとかフォームを差し込むところあるんでこれを作って Google マップを作って差し込む Google フォームを作って差し込むそしてお申し込み頂い,いたら更新するという形ですよねまずその Google マップはこの「マイマップ」の作成のところで作りますえ地図を作成というところを押して頂い,いて押して頂い,いてこうやって。 えー、住所とか入れて頂い,いてポイントを押すという形で、えー、各点が出てきたら一個一個入れていただくという形であそこの地図に表示されるという形です極めて簡単ですで例えばこれさっきの作ったやつですけどここを例えばこれうちの店だけ差し込んでますけどマイパンプって開くとこういう形ですね,ねでこれでこう地図をコピーとか えー、こういうことで例えば自分のサイトに差し込むって言ったこれありますし例えばこの Google サイト以外でも差し込みますんで例えばこれで iFrame のやつで差し込むこともできるんで使っていただければなと思いますそして、えー、Google フォーム例えば、えー、店舗の住所とか担当者とか電話番号とか営業時間とか品目とか入れるんやったらまずこの Google フォームっていうのを検索していただいて Google フォームを使ってみるそしたら 空白のやつがすいませんええー、Google ホームが反応してしまいました、えー、こうした、えー、空白のやつで、まあ、デザインもいろいろ選べますんでね選んでいただいて適したやつを選んでいただいたらいいかなと思いますそれを差し込むという形ですでこれはサイトをこうやって作るという形ですねまずサイトを作るには Google のサイトで検索すると出てきますそしたら 新しいサイトを作る簡単にこうレストランとかカテゴリーで選ぶこともできるしこうやってねお仕事のやつとかで選ぶこともできます私はこの空白のやつで作りましたけどねそれもデザインは例えばフォトショップで作るとかいう形で作られたらいいと思いますそれをロゴとか差し込んでいくという形そしたらおしゃれなやつができるんで是非やっていただいたらなと思いますこうやって Google サイトを利用して Google ホームを差し込む Google マップを差し込むという形で私の方はこのテイクアウトのお店のやつを作りましたけどこれは皆さんのアイデア次第でねサイトを作っていただいて地域活性に生かしていただいたらなと思います。こういういいい時にいろんなお店の助け合いをしてね 自分の地域の商品を買ったり食べたりすることで地方活性化ができるんでこういう分かりやすいサイトを IT を使って発信してお互い紹介し合うとか例えば商工会さんとか商工会議所さんとか少年さんとか商店街さんとか地域のショッピングモールさんとかも利用してもらったらいいんじゃないのかなと思います。おそららく IT を理解している方だったら2 30分で でできると思うんでそれをを更新かけててていっっデーータベースを作っていく例えばお店の紹介のページを作っていくっていう形でどんどん負荷をかけていって、えー、素敵なサイトにしていって集客を図るお客さんを誘導するそして地域ビジネスに生かすという形をやっていただいたらなと思います。えー、今日は簡単な Google サイトでお持ち帰りや出前サイトを作れたりするこれ当然自分の店作りにも簡単にできますんで是非やってみてください。 ではまたお会いしましょう。